ブレーブスのロナルド・アクーニャ・ジュニア、ガイアシュがメジャーの歴史に残るシーズンを送った。159試合に出場して打率、337、41本塁打、106打点、73盗塁と圧倒的な成績。米国の代表的な記録サイト、ベースボール・リファレンスの打撃リーダー一覧では、20の項目でナ・リーグのトップに立っている。 動画大記録40から70達成の瞬間簡単譜。場内大歓声、ベース抜き取り頭上に掲げるアクーニャジュニアア安打、得点、盗塁など一般的な項目のほか、OPS やオフェンシブウォーなどセーバー系の指標でもトップに立っている。期待の若手として順調に成長していたが、 2021年7月に右膝の全十字じ帯を断裂。昨季は119試合で打率、266、15本塁打、OPS、764と本調子ではなかったが、一気にブレークを果たした。リーグ20冠がどれだけ驚異的な数字か、ア・リーグと比較してみる。最も多いのはエンゼルスの大谷翔平投手でリーグ15冠。 大谷は二刀流としてプレーしているため、単純な比較はできないが、アクーニャジュニアが上回っている、今季のメジャーを大いに盛り上げた2選手といって間違いないだろう。